なんか餃子、まあ、キット君がね言ってた、もうめんどくせえよ、だったらお前んとこ行ってやるよみたいな、うん、それで何よく名前出してきたとか、そんなめんどくせえからって、もう終わったような話をまた向き出してきてみたいな感じな、うん、え、何餃子キットが久保の家行ったら殺されされてよ、ライガーさん、マジ言ってんの。だって俺ん家来たよ、あの餃子キット君って、タイソンはすげえ輝いてたけどね、そういう輝かってくれる人間が離れるってことを自分の軌道を分かってないんだろうな、ほんとに。だからタイソンもね、餃子キット輝かせた後輩を来たら漁ったどうしようもねえだろう、契約呼ぶって面倒くせえか呼んだって、それは出せんじゃねえか。だから弱いから俺は練習をしてるんです。タイソンが契約呼びましたね、でコメントでそういう情報が今流れてきましたね。餃子キットがいてタイソンが契約呼んだみたいですね。まあ、カッコつけて俺は相手にしねえんだよって言うけど、なんか右翼とかそんなめんどくさい名前出すんだったら、だったら言ってやるよって言ったら言ったら、うん、契約呼んじゃったらダサいですね。